皆さんこんにちは。2020年12月31日4時を回りました。本日より千年決戦編ステップアップガチャ継承、新キャラ10年後のイチゴ&ルキアがメインとなったこのステップアップガチャ、いいか、もうとりあえずかはい、イチゴルキア1体ずつ当たるまでは回していきましょう。まずはステップ1無料。マジでか、2枚抜きシファン、はい、来ないそんな甘くない。20連。今回はステップ6でしか確定がない。いいよ。残白刀などただの道具に過ぎん。俺こそが最強だ。2% で出てくるやつですね、これね。しかも古い効果ですね、速の。持ってない人にとっては、転生も済んでるキャラなんで、美味しいんじゃないでしょうか。で、鍋から来ても、後から、当たりが来ることもあるんで、ゆっくりやっていきましょう。速効果。だ今回ね、当たりが、計 8% になるんで、最後は。さあ、ステップ3。まだ慌てる時間じゃない。ステップ4。40連。やっと黒崎くんを守って戦える。千年決戦編織姫魔法と。ちなみにもうレベルマ。さあステップ5。50連。さあ確定の60連。心配いらねえよ、俺が守ってやる。いつご。か、ただ触れるものすべて跡形もなく消し飛ばすのみ。やまじい、かっこいい。さあ来ましたよ、いちご。あっさりしてね、さっぱり。はい、まだまだいきます。70連。あとはもうステップなどずっと繰り返すというね。過去に疑問があるのかい。いいね。ただ触れるものすべて跡形もなく消し飛ばすのみ。さあ2枚抜きのルキア。ここは天下の霊王宮、一元さんはお断りだぜ。キリンジさんは、今の私はただの僕のガチャ前評価では、今いる中では
闇鍋じゃねえな鍋の中では一番現時点でも活躍できるキャラクターですね。さあどんどん行きましょう。80連ただ触れるものすべて跡形もなく消し飛ばすのみ。これで山地レベルもだったんじゃないか。目さあ90眠り7号、私はその名がとても好きでした。眠る。100連。ちなみにここまで 1,2,3,4,5,6,7,8 体出てるんで確率ピッタですね。確率を超えてくる。この世界のあらゆる黒はわしのものじゃ。おしょうレベル上げたらちょっとバトル使おうかな。よく覚えとけ。あれてめえを殺す男の名だ。こちら古い方ね。即そう即だったら扱ったんだけどね。私たちは今 2% の方から来たやつですね。眠り7号、私はその名がとても好きでした。はい、3枚抜き。まだまだいく。110。まあ、出過ぎだったからね、しゃあない。120。御帝13体の誇りにかけて守り抜くと誓ったのだ。ルーキアエッサークタ。エッサークタ正解だ。安心なさい、命までは取らないわ。 2% からのネリエル。心配いらねえよ、俺が守ってやる。いつごう。これ熱いな。120連で、いや正直出すぎなぐらい出ましたね。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14。 どうしようかな、まだ行っちゃおうかな。ミムレベルいくつだっけな。3,4,5レベルも、どうしよう。レベル4、君さんにだな。
山地。レベルマ。山地。あと織姫が。あ、会心がついてるね。さて。うめえガチャで、こっからさらにまだ追っかけるかどうかってところですね。あ、これも無料があるんですね。はい。まあ、それはしゃあない。この2パーから他に何が出るかもちゃんと確認しとこう。最後に リブートシーン、そして天貝木舟まで出る。もうちょっと行っちゃおうかな。どっちにしろ、そう、あれでガチャ前評価でお伝えし忘れたんですけども、ピックアップもうまいんすよ。で、いちごの方で、浮き竹も引きたいみたいな、そういうところでもあるんだけどね。ルキア、もうちょい引きたいかな。でもルキアはルキアで、兄様と共に引きたいっていうのもあるんだな。悩ましい。いや、嬉しい悩みなんだけどね。珍しくサクッと出てくれたけども。ゾンビ室外とかね、あげると試練の塔が楽になるんだよね。何試練だっけ ?2 個目。忘れした。2個目の塔でタイムアタックするときに、ゾンビ室外がいいんだけどなーってとこがあったんだよね。イチゴルキアもう一体ぐらい当てるまで引いちゃうかな。お布施しちゃえ。130連。雑魚に握らす刀はねえ。うん、王越もレベル1なんで嬉しい。あ、いや、8% のガチャってないですからね、マジで。いやー、普通に考えたら素直にここで止めれるべきなんだけどなー。で、そうか、次のグループバトルで、あ、でも次隊長か。じゃあ間に合うな。いや、あのエスパーダキラーのところまでに、体調の後またあれになるから、エスパーダキラーはまだ先だから、ピックアップの先に行きますね。ピックアップ、ルキアのが来たら、ガツガツ回して、12日から、そうね。レベルマを目指す。あとは極意だよな。いっぱいある。もう一
個したいな。どうしようかな。おまけって何もらえてるの全部。ああ、雫か。で、解放の灰か。始めるか。ヒロ。さあ、やった。終わりだ。いや、覚悟はいいか。行くぜ、血液転生。速射入ってる。うりゃ、リーダーなのか。うりゃ、2回打ってるね。終わりだ。いや、いや、覚悟はいいか。行くぜ、血液転生。ギリギリで打つと動ける。行くぞ、任せろ。逃がさない。え、すげえ、強に拾う。1400とかか。で、攻撃キャンプではないよな。任せろ。逃がさない。挽回。白化の咎め。これでとどめだ。体感でも相当凍ったよね。あー、グループバトルならまず速攻変身してからの発動な感じかな。あー、迷うな。もう今ある弾は全部切っちゃうか。130、まあ、150までいこうか。はい、140。ピチュン。私は拒絶する。挽回。デューモン、宝石丸。古い。やっぱり一角が出るっていうのがね。そして古い。即だったら許せるのに、力って。雑魚に握らす刀はねえ。この世界のあらゆる苦労はわしのものじゃ。これは当たりだね。あれ、これ私は拒絶するから来たよね。拒絶するからの3枚抜きってすげえな。で、これ和尚レベルマンになったぞ。おい、ちょっとゾクゾクしちゃった。おお、まあ150、ここで終えよう。で、俺言うんだけど、俺いつも思うのが、まあ虹で終えたいっていう。はい、160。お、虹で終えたいって言ってからの、170。これ来たろ。来ねえのかい。虹で終えたい、180。弾が尽きた。5678と40連金でなっちゃいましたけれども、お待ちください。言ったやん。
虹で終えたいのさ俺は。でしかもこの1万また課金ができなくなってたんでアップに電話して再度購入ができるようになりました。で1万円入れてきました。さあこれで200連で終えたらいいんじゃないかな。虹で終えたいって言ってからの50連金ってどういうこっちゃね。200ようこそ私のソウルソサエティへ。嬉しいけどレア。ようこそ私のソウルソサエティへ。はい、全2枚抜きというところでやるかな。とりあえず今回の結果は、150から190で50連金だったけれども、即のコアからですね、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20、200連で20体星5率 10%。 まあ上々ないじゃないでしょうか。そしてキリンジさん、レベル2は会心。和尚レベルも厚いね。あでもバトルで使うかっていうともう結局今もう使わなくなっちゃったんだよな。どうするか。山地。もともと3のところ。レベルマン。からの抽選も一回できる。まあまあまあ使い、あの冷圧以外で言えば使う分には会心でいいんじゃないでしょうか。いただいて、あネムネム。ネムもレベルマー。そしてオリヒメ。会心をついてのレアツを狙いに行く。会心です。
それぐらいかな。地の一角はもう冷圧ついたはずなので、使用確認、おい、こいつは、両刀使いする可能性もあるからこんな感じですね。こんなとこかな。そうね。で、イチゴとルキアをゲットしてるんで、まあこっからはピックアップで引いて、レベル上げたいと思います。はい、とりあえず200連で20体、ルキア1体、イチゴ2体、まあ正直上等でしょうね。良かったと思います。僕たくさん課金できるようにお金は入れてあるんですけど、なかなかアップルさんがね言うこと聞いてくれなくて大変なんですけども、とりあえずこんな形で次はピックアップでルキアをレベル前にしていこうと思います。そしてイチゴもピックアップで引いて、イチゴも去ることながら、僕はずっとずっと言ってる浮竹さんの、ここ特別抽選を会心キャッシュは攻撃から冷圧に変えたいということですね。最後に、2体レベル満になったんで、せっかくだから、そいつらの抽選を一発。山爺と和尚の即コンビを。山地は引いたんか。おっしゃ。あとネムか。使うかどうかわかんないな。ネム。え、もうとりあえず、よし。はい、明日はですね、ルキア、そして明後日は一応、まあ元旦に一応ですか、明日一応、明後日ルキアの紹介をしていきたいと思います。今回はここまでです。以上ドクターネックでした。皆さんの結果を僕お待ちしております。そして、皆さん良いお年をお迎えください。お疲れ様でした。